先に始めましょう。はい、どうも、ルルシでございます。すいませんね、今ねちょっと仕事から帰ってきて、今日は旦那氏が飲み会でいないので一人サイゼしたいと思います。まあそんな動画じゃないですよ。今日はねつむつむのガチャ撮るんですけど、ちょっとその前にちょっとねサイゼウーバーしちゃおうかなって思ってメニュー見てました。すいませんね。私このサイゼのこれ大好きで、あのグリーンピースじゃないんですよ。これ食べてみるとトウモロコシみたいな味がしてめちゃめちゃ美味しくて、これ大好きなんで、とりあえずこれと、まあ安定でミラノフドリアかな。はい、ではウーバー頼み終わりましたので、こちらのつぶつぶのガチャを引いていきたいと思います。本日はこちらのセレクトボックスを引きたくて、これの、シンデレラとあとラプンツェルパスカルがめちゃめちゃ可愛くて、この2体を狙っていきたいと思います。はい、では行きたいと思います。行きます。シンデレラが、はぁ、初手でシンデレラゲットしちゃった、嬉しい、ありがとうございます。とりあえず突っ込んでみよう。お、これは白なマタタシンバ、いいっすね。私ライオンキング大好きなんだよね。ちっちゃい頃ねライオンキングのアニメ見すぎてライオンキングのシンバのモノマネしてた。四つん這いになってちっちゃい頃、すごい覚えてる。やばいよね。え、馬乗り、え、うん、うん、今さ名前う馬乗りソフィア、違う違う、うん、ごめんね、ごめんごめん、スルーしちゃった。誰だった。なにこれ、めっちゃ可愛いんだけど、ソックス、あー、なんかちょっとわかるわ。なんかめっちゃ可愛い猫ちゃんいたよね、その子はね。オッケー、とりあえず行けるとこまで行こう。多分シンデレラだろ、めっちゃ美味しい。マイクサリーも嬉しい、可愛い。じゃあどんどん行こう。はいはいはい、クリストフね。はい、お、キラゲイ、ソックス、なんかさ死んだ魚の目してない、大丈夫かこれね。なんか黒目がないとすごくなんか大丈夫っていう。あ、はい、ということで今日はシンデレラゲットした、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って、シンデレラどこ、シンデレラシンデレラシンデレラって歌わなかった、あったよね。あ、これ誰、ごめんなさい、あの失言申し上げました。ジョーバソフィアでございました、ありがとうございます。え、シンデレラめ、あ、このシンデレラがスコア稼ぎにすごいいいっていう噂を聞いたので、まあでもねスキルレベル1だとどうなのかな、あんまなのかな、うん、まあでもねシンデレラでなんで今日は万々歳の経過でございました。いや、この後はちょっとウーバーが来るのを待ってゆっくりアニメか映画でも見ながら食べたいと思います。結局ね、ミラノフードリアのチーズが乗ってるやつにしました。で、本当にあの個人的な話になっちゃうんですけど、もうすぐね、結婚1年の記念日があってそれで旅行に行くんですけど、ちょうど台風来てるのかな、大雨にぶち当たるというね、本当雨女なんですよね私、うん、だからちょっとねこの旅行を雨でどう楽しむかっていうのを今めちゃめちゃ考えてるよね。え、みんなさ、この旅行を行く時にもし大雨だった場合どうやって楽しむ、まあ、みんなのねそういうちょっとご意見あったら教えていただけたら嬉しいです。はい、では本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければよろしければポチッとしてみてください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。